はい、この畑は有機無農薬で栽培している梅の畑です。ご覧のように除草剤を使わないから、この畑は今雑草とか牧草が出てて青々としてます。それが見た目ではね大きく違います。今花が咲いて6月に収穫が始まります。全くの農薬は散布してなくて、もちろん化学肥料も、有機質の肥料、有機栽培では有機質の肥料を使っていいことになってますけど、この畑は自然栽培とか自然農法とかいう方法でほとんどね有機質の肥料はね、使っていません。で、全く肥料をしてない畑にもかかわらずですね、雑草の色が非常に青々としてます。これが自然栽培の畑の特徴です。それとね、土が今この棒ありますけど、土が柔らかいっていうのが大きな特徴です。で、これ地面に刺すと、まあ、硬いところもありますけど、ズブズブってね棒が入る柔らかさで、この土が柔らかいっていうのが自然栽培とか自然農法のね大きな特徴で、土が柔らかいっていうことは、地面の中の微生物だとかね、その梅の根っこもね酸素とか窒素も栄養にしているんで、中に土の中に空気が入るっていうことがとても重要なことになります。キウイフルーツも私作ってまして、今ちょうどこのキウイが出荷の時期でですね、毎日出荷してますけど、無農薬でもちろん有機ジャス認定の無農薬でキウイを作ってます。肥料もね全くやってなくて、無肥料無農薬栽培のキウイフルーツで、普通のね農薬肥料を使っているキウイと違うのは、とても保存が効くっていうことで、収穫してね家庭用の冷蔵庫にそのまま固いままで、極端なことを言うと1年間ね保存ができるくらいに日持ちがします。日持ちがいいってことは細胞がね本来のねキウイの持ってる細胞を発揮するとそのくらい持つということで、たくさん肥料してしまうとね日持ちもね悪くなります。それで味もね、キウイの甘みと酸味のバランスがねとてもいいバランスで、極端に甘いばっかりじゃなくて酸味もあってね、ファンが多くてですね美味しいっていうことに大変評判になってます。腐敗のね実験もしました。で、普通に常温でね収穫したこのキウイと一般的なねキウイを瓶の中に入れて常温でね何年も何年も保管する、いわゆる腐敗の実験をしたことがあります。そうすると常温でもね、10年経ってもこのキウイが原型のままでね瓶の中にあります。で、一般的な栽培のキウイは2、3年するとね全部これが溶けてしまってドロドロになってしまいます。で、それだけこの自然栽培の自然農法のキウイはね日持ちがいいってことです。もちろん無農薬ですからね、これこのままね皮のままね実は食べられます。それで お水でこう洗ってですね、このキウイのお尻の部分、この部分が少し硬いんで、この部分をね爪でこれだけ取ってもらって、その後ねこのままがぶって食べられます。で、皮ごと食べてもね意外とキウイは違和感なく美味しく食べられます。ぜひ一度食べてみてください。日本の有機農産物のね量の割合って、最新のねデータでいくと農産物全体の 0.6% しかないそうです。で、0.6% しかないってことは生産者もそれだけね少ないってことで、なかなか有機農産物はスーパーでもねほとんど売ってないような今現状です。で、農家もね有機農産物を作ってる農家っていうのはそれだけ少ないってことで、なかなか販売先も限られたね
販売先しか出荷ができないような状況なんでね、我々農家にしてみるとね、やはり、大変な思いをして無農薬で作ってもそれがね、売れ残ったり販売にね苦労するようだったら、やっぱり農家としてもそれは作りたくてもね作れませんから、お客さんあってのね農産物ですから、選んでもらったら大変嬉しいです。ぜひね、この冷麺クラフトサイトで購入できますから、ぜひ購入してみてください。よろしくお願いします。なんだ、震災以降カメラ仕掛けてなんとなく生態調査してたんですよ。そのデータが大学の先生の方に渡って、で、まあ、その関係縁もあって今ここで増える一歩前なんで、その前に止めようっていう試みで今動いてるんですよ。なんで、まあ、いろいろ山の中でいろいろ実験してやったりとかして、うちで捕まえた鹿の胃袋調査して、で新しく分かったこともあったんで、大学の調査でもないようなデータが出たから、警察官が出てきたり人海戦術でね捕まえたりっていうことをしなきゃいけないですけど、農地だったら、まあ、こういう山の中だったら重機とか罠も使えるし、捕獲は町よりは町と比べたら農地の方がやりやすいし安全だし、そういう意味ではそういう農地の役割っていうのは大きいかなと。で、農家自体も高齢化してるし、動物も増えてきてるし、そういう意味では厳しい時代なんで、まあうちはそういう一応考えたんですけど、やっぱり有機農法とかそういうね環境に配慮した農業をやるからにはやっぱ景観も大事にしたいんで、景観重視でやってるんで、まあ囲った方が後のことを考えたら楽なんでしょうけど、捕まえることによって他の土地の環境も、まあ、特に鹿なんか草とか貴重な、ね、数の少ない草も食べてしまうんで、それを、ね、自分ちの農地以外のものを守るっていう意味も兼ねて、景観も兼ねて捕まえるっていう、その負担が多い捕まえるっていうのに今力入れてるんです。本来は、まあ、もう狼はいないし捕食者がいないから人間がその役割をして、でその人間も漁師さんですよね、まあ、人間は漁師さんですよね。その漁師さんが今減ってるんで、まあ、今後のこととか、全体の自分のことじゃなくて全体のことを考えたら、捕まえることを考えた方がこの地域のためにもなるのかなと思って、今必死で頑張ってるんです。